行きたいと思います。どうぞよろしくお願いしますっていうか何ですかこれ今日はなんかこれに着替えてくれって言われて今日なんか衣装がなんか人様の前に出るような格好じゃないでしょこんなスウェットに普通のこう黒 T でさ泥棒みたいですね泥棒本当に怪しいですよこのビニール敷いてここのとこなんかちょっと体使う系のネタ全くやってないなと思って全くやってないですねとかまあその辺のことを考え合わせてですね、はい、今回ちょっと体張る系のやつを用意しました。あ、はい、わかりました。ペットボトルチャレンジ。あ、なんかフレーズは聞いたことありますよ。はい、ちょっと悪のスタッフに手伝ってもらいますんで呼んでもらっていいですか。おい、悪のステップ踏んでスタッフカズダンスで来たの新しいっすねあれなんか2人並ぶと あれあ一緒の衣装着てんの一緒ですね何どうすんの今日あれジャルジャルみたい確かにねかといって何もできないからなんかこれワンフレーズジャルジャル やろうと思ったけどあの人たちいろいろありすぎてさ絞れないんだよなペットボトルチャレンジ何これこれめっちゃ重いじゃんこれを水をパンパンに入れたペットボトル。はい。これをですね、観察こうしていただいて、はい。こう。はい。でここに手首この辺にかけますね。はい。はい。はい。かけますね。はい。そこに、こちらを貸してもらいます。何それ？粉です。絶対顔につけないでください。はい。いやつけたくないでしょ。もう始めてちゃってもいいんですか、はい、え、何え、何がどうなんですか粉を 顔につけないようにしてくださいねっていうだけです、はい、で、悪のスタッフとおしゃべりしててくださいはいはいいや、それはもういや、顔につけたらもう落とすのも大変だ大体あの、芸人っていうのはやっぱ粉が一番大変なんですよ落とすの泥とか、はい、だったらまだね、シャワーでサーッとできればいいけど粉はね、水で濡らすと固まっちゃったりするから落とすのが大変だからあんまり浴びたくない最近何が美味しかったですか食べ物ね、はい、サンドイッチマンさんのライブで、はい、岩手県の、釜石に行ったんですね、はい、そこのね、ご飯屋さんで食べて、はい、ご飯屋さんで食べてこっちのセリフだよ何してくれてんだよ顔つけないでって言ったのに何がどうだったの今押した押してないですよ押してないですよ押したでしょ押してないですよ自分でつけたんです俺自分で言ったいや完全に手誰かこうやってでしょ触られた感触なかったでしょない触ってない触ってないですもんど何がどうなんだ切ったのペットボトルをそうそう俺切ったんですよ紐を俺自分で言ったん自分で行きましたこちらのミスですびっくりした切っただけです、はい、ずっとこの力をキープしてるからってこと、はいはい、何してんだよいや確かにさこういう系ずっと最近やってきてないけど、はい、今じゃないだろ今違いました今日じゃないよ今日じゃなかったでしたっけちょっとこんなあバッチリバッチリ綺麗にピターンついたもん、はいいやあ、絶対油断してたわ、はい、あこのペットボトルチャレンジ、これ誰でもこうなるわ絶対今日の動画以上になりますね、はいはい、これさ、はい、もし分かっててもなるかなああ、やってみますか悪のスタッフはいちょっと、いいはいお疲れ様でした。ぜひ皆さん、じゃあ今後もこういう、体張ったこともやっていくわけですね。はい、はい、ということで、ぜひとも皆さん、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。